介護士とハエキシの夫婦デュオレズミカルガースの雑草男んぴかタカちゃんでございます。はい、本日も虹色動画張り切ってやっていきましょう。親子遊びでニコニコ運動神経向上プログラム、本日52発目さあ行きましょう。本日の遊びはですね、前回やりましたじゃんけんのキャッチ&プルじゃんけん、これの足バージョンです。よりね、足でじゃんけんをした後の反応の勝負なので、より、このね運動神経系をね、鍛える効果がねありますから、ぐんぐんね、楽しく運動神経伸ばしていきましょう。さあ、それでは皆さん行きましょう。まずそしたらやり方からね、山名ちゃんお願いします。はい、前のように2人組作っていただいて手を重ねます。それで前回は手でじゃんけんしましたが、今回は足でじゃんけん、ちょっと足のじゃんけんを確認しましょうか。はい、グー、はい、チョキ、パーね、はい、グーチョキパー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 、ボーン、はい、こんな感じですね。はい、いきますよ。この足のじゃんけんの後で、プル、勝った方がキャッチ、勝った方が手を捕まえて、負けた方は足を引くという、かなり難しいです。それでは右でいきますか、左でね、いきますよ。最初はグーじゃんけんほい、よし、今タカちゃんねチョキでパーで勝ってキャッチ、逃げれたんでタカちゃんの勝ちです。はい、いきましょう、いきますよ。最初はグーじゃんけんほい、さあ、いきますよ。はい、最初はグーじゃんけんほい、はい、アマナちゃん2連勝お見事。さあ、それでは続いてヒューガーさんと、今5歳、運動神経伸び盛り、アマナちゃんじゃない、ひまわり、じゃないだったっけ、レモンちゃん、レモンちゃんがいきます。それではいきましょうか。ちょっとね、大人の方とやるときはちょっとね中腰になっていただいて、はい、いきますか。はい、ゆっくりいきますよ。最初はグーで飛んでくださいね。最初はグーじゃんけんほい、おー、惜しかった惜しかった、反応はできてた、反応はできてましたよ。はい、もう一回いきますよ、ゆっくり。最初はグーじゃんけんほい、お、今どっちだい、これグーでチョキで負けて引いたから、まあヒューガーさんも反応できてましたが、レモンちゃんの勝ち。さあ、あと2試合いきましょう。はい、セット、足でいきますよ。最初はグーじゃんけんほい、惜しかった、勝って握ってる、レモンちゃん勝ち。さあ、もうこの瞬間にも今ねレモンちゃんの運動神経がぐんぐん向上しております。運動神経3歳から8歳ゴールデンエイジ。さあ、いきましょう。最初はグーじゃんけんほい、グーで、おっと、グーでチョキで負けて引いてプル成功、レモンちゃんの勝ち。さあ、そしたら今運動神経が伸びた直後のレモンちゃん、さらに強敵のパパでいきましょう。もう44歳ですからね、運動神経ちょうど低下気味、伸び盛り。さあ、どっちが勝つか、いきましょう。はい、セット、頑張れ、もちょこちょいますか、いきますよ。はい、最初はグーじゃんけんほい、あいこうでしょ、あいこうでしょ、あ、くそー、くそー、あれ強いやんか、もう一回もう一回、はい、最初はグーじゃんけんほい、あいこうでしょ、あれ、くそー、もう一回もう一回、はい、最初はグーじゃんけんほい、あいこうでしょ、あいこうでしょ、あー、うわ、残念か、まあしゃあない、すごい、前回のリベンジが、リベンジいきましたね。はい、そんなわけでね、足バージョンを加えていきますと、じゃんけんゲームよりね、難易度が上がっていきますから、これから紹介する、コーディネーショントレーニングのじゃんけん系ゲーム全部ね、手と足どっちもねやっていきたいと思います。さあ、そんなわけで、リズミカルガスでした。またお会いしましょう。チューあ、チュー、出た、虹色動画とは、雑草男タカちゃんが大好きな7色に本気で挑戦することによって見事虹色草になるまでの悪戦苦闘の日々をお届けしております。音楽、陸上、シニア、キッズ、自然、筋トレ、そしてリズミカルガス、いずれかに興味のある方はぜひともチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。
タカちゃんが染まっていく瞬間見逃したらあかんで。